バウンティは、1962年 MGM 制作のアメリカ映画。マーロン・ブランド主演、ルイス・マイルストン監督、チャールズ・レデラー脚本。チャールズ・ノードホフとジェームズ・ノーマン・ホールによる同盟の小説の映画化であり、軍艦、バウンティで、艦長ウィリアム・ブライに対し公開し、フレッチャー・クリスチャンによって現実に起こされた反乱を再現している。 同じ小説を原作とする1933年のイン・ザ・ウェイク・オブ・ザ・バウンティ o u 及び1935年の戦艦バウンティ号の反乱に続く3度目の映画化である。戦艦バウンティはウルトラパナビジョン70によるワイドスクリーンで撮影された最初の映画である。1787年バウンティはウィリアム・ブライ艦長の指揮のもとにイギリスから 多ヒ島に向けて出版した。その任務はパンの木の実をジャマイカへ輸送することであり、この任務がうまくいけば、西インド諸島の奴隷に安価な食物を提供できるはずだった。困難な航海の途上、士官や兵に対するブライの無慈悲な扱いに対し、副長フレッチャー・クリスチャン会議は強く反対するが、ブライはやり方を変えようとしなかった。 バウンティがついた、目的地は、熱帯の楽園であり、乗組員は安楽な生活と望みのままになる美女とに、溺れていった。クリスチャン自身も、毎日との恋に落ちた。この安楽さと、再び、ブライの支配下での厳しい規律の長旅が始まるという、予測は、水平ジョン・ミルズをはじめとする水平たちを反乱へと、導き、クリスチャンも、しぶしぶそれに同意した。 ブライと彼に忠実な、わずかな乗組員は小型ボートで流された。クリスチャンは乗組員の恋人たちを迎えにタヒチに戻り、イギリス海軍の報復から逃れるためトイピトケアン、島に向かうのだった。この映画の物語は歴史的にあまり正確なものではない。この1962年版の映画は作品賞を含む7部門でオスカーの候補となったが、 いずれも受賞は逃した。ボーイ、12、エクスポーゼズツーリングパイレーツオブザカリビアンシップアズ、エーフェイク、メールオンライン、2007年8月30日ホブネ、バウンティ号が、ハリケーンで、沈没、15人、救助1人不明、アフップブニュース、2012年10月30日。ありがとうございます。